田辺スポーツお役立ち情報コーナー。はい、本日のお役立ち情報ですが、こちらですね、ストックの、リングについてご説明したいと思います。こちらですね、まず最近問い合わせが多いのがこのパウダーリングです。これは新設用に、沈まないようにストックが広いリングになっています。続きまして、一般的な、ストックに使われているリングですね。これはそんな大きくないですね。普通の丸い形をしたリングになってます。で、続きまして、競技スキーはこういったリングを使います。 GS リングですね。このコーンリングという形になります。これはですね、空気抵抗もありますけど、ポールを巻くまないようにこういう三角形の形をしてますね。続きまして SL タイプですね。 SL タイプは、基礎のリングに比べて少し小さめのリングですね。で、これは普通の丸い形になってます。こういう形ですね。はい、あとですね、最近よくあるのがやっぱパウダーリング、これをつけたいんだけどっていうことがよくあります。で、これ交換できるものと交換できないものがございます。よくある形はこういうパウダーリングだと、ねじ込み式、これはですね、ちょっと引っ張りながらスクリューを回していただくと、ぐーっと回していくとこういうふうに取れるようになってます。で、逆に、これまた回しながら入れていくとカチッと入ります。で、交換できないものですね、これとかですね。もちろんこれも交換できるんですけど、パウダーリングとか大体このスクリュー方式になってますので、これはスクリューじゃないので個人でちょっと交換は難しいと思います。パーツとかが必要になってきます。あと圧入式、これですね。これははめ込んである形状になります。ここ見てもらうとかですけど、ちょっとくぼみがあってもう圧ではめ込んであるので、これもなかなか個人でちょっと取るっていうのは難しいと思います。で、同じちょっと基礎のタイプでもよく見るとこういうタイプ、これはねじ込み式なのでこれも取れます。だからパウダータイプのリングに交換したいなと思っている方とか、今後パウダーを考えている方は、ストックを選ぶ上ではこういうことも重要になってくると思いますので、よく考えてご購入ください。またですね、別売でメーカーさんごとに違うんですが、こういうパーツ持ってます。ねじ込み式だと個人でできますし、リングがダメになってから交換してほしいということでしたら店頭の方でやりますので、こちらもお問い合わせください。以上、ストックのリングの説明でした。年中スキー用品専門店田辺スポーツへぜひご来店ください。